皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するカップ麺は日清のどん兵衛きつね焼きうどんです。七味仕立てマヨが癖になる出汁の効いた醤油味の焼きうどん。日清のどん兵衛焼きうどんシリーズはもっちりとしたつるみのあるどん兵衛ならではのうどんをいつもとは一味違った焼きうどんとして味わえることから、2011年の発売以来大変ご好評をいただいています。今回発売する日清のどん兵衛きつね焼きうどんは、日清のどん兵衛きつねうどんの和風だしの味わいを焼きうどんで表現しました。ソースはカツオの風味を効かせた旨味豊かなだし醤油ベースで、具材には刻み揚げとネギを入れました。どん兵衛でおなじみの彩り七味の辛みと香りをイメージした七味仕立てマヨをかけて仕上げれば、最後の一口まで美味しくお召し上がりいただけます。商品特徴、麺、どん兵衛ならではのもっちりとしたつるみのあるうどん。ソース、カツオの風味を効かせた旨味豊かなだし醤油ベースのソース。具材、刻み揚げ、ネギ、別添え、香り高い七味仕立てマヨ。食べてみた感想、さすがのどん兵衛、汁なしになってももっちり食べ応えのある太麺です。いつもの和風だし味が汁のないバージョンになったという感じで、どん兵衛ファンなら違和感なく召し上がれると思いますね。お揚げは小さく刻まれていて、このタイプに合わせて食べやすくなっています。熱々汁のどん兵衛をするのも良いですが、これからの暑くなる季節には汁なしもいいですね。隠し味は七味風マヨ。それほど辛さは強くなく、程よいアクセントになっています。猫舌さんや小さなお子様にも安全な一杯だと思います。ちょっと具材が寂しいなとお思いの方は、小ネギやハムを小さく切ったものなどを加えてみてください。七味仕立てマヨが癖になる、だしの効いた醤油味の焼きうどん。本日は日清のどん兵衛きつね焼きうどんを紹介しました。田中恵美里でした。